お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。今日の試合を振り返っていかがでしたか？まあ、予想通り前半かなり苦労するなっていうのはあって、まあ、なんとか先に取れればいいかなと思ったんですが、まあ、前半は 0-0 で、後半立ち上がりの10分なんとかここで取り切ろうということで少しポジションも変えながらできるだけ前で前でっていうことがよく選手が動いてくれてボールによく絡んで連動して、まあ、先取点取れたもんですから、なんとかうちの流れで後半はゲームできたと思います。次回の試合に向けての意気込みを教えてください。そうですね、まあ、ここまで来て今ベスト16ということで本当にコロナで多くの皆さんがねなかなか北海道に来れなくてやっぱりその愛知県に残っているその人たちの分まで選手と一緒にですね明日も全力でなんとかいいゲームをしてフェルボールらしい元気で情熱的な、試合を展開していきたいなというふうに思います。もう一つ二つ、選手たちと一緒にさら、なる高みを目指して彼らがここの、帯広でもう一つ二つね大きく成長できるように、我々スタッフも全力でサポートして、したいなと思います。皆さん愛知県の皆さん明日も引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。